男の子編。はい、どうもライです。今回ですね、スーパーチャレンジャーの、最強男の子と最強女の子の攻略をしたんですけど、まず最初は最強男の子の方、攻略してみます。今回は全ステージで状態異常が効かないということですので、状態異常キャラを入れていかなくていいと思います。第2ウェーブからかなり、先手で攻撃してこられますので、まあ、その前に全属性耐性や防御力などを上げています。で、まあ、第2ウェーブがですね、全キャラから攻撃されます、先手で。まあ、それを耐えれれば、もうあとは、火力で押し切ることができますので、まあ、それを耐えましょうという感じの攻略になっております。で、今ね、絶望のブレスとかで効果打ち消しさせて、最後はシンダのこの魔法の肩とか、夏の効果力の底をどけで、攻撃しています。まあ、なので今回の攻略には耐久と火力が必要ということになります。女の子編。続いてはですね、女の子編ということなんですけど、まあ、女の子編も同じ同様ですね、男の子編と同じ感じの、攻撃をしてきます。まあ、なので、まあ、第一エブは、防御力とか全属性耐性などをつけて、次の第2ウェーブに備えるって感じで、第1ウェーブは入れています。まあ、なのでグランディーナは結構自分的にはおすすめですね、今回の攻略に。うん、まあ、なので持ってる方は使ってみてください。で、まあ、ルーシー、メイビス、まあ、強い強敵のキャラから、魔法を打ち込まれるんですけど、まあ、これに耐えれれば正直大丈夫です。あとは、火力で押し切るという感じでございます。で、あと効果打ち消しをしてくるキャラもいますので、まあ、そこには気をつけて、攻略していくという感じでございます。女の子編ではシンナがやられてしまったんですけど、夏の火力で倒しました。はい、ということで、ね、今回は極魔法最強男女集合スーパーチャレンジャーの最強の女の子と最強男の子を攻略しました。いや、今回ね、超極ムズということで、超激ムズよりも難しい難易度でしたので、まあ、まずクリアできないなと思っていたんですけど、案外クリアすることができたんですよね。いやね、なかなか難しかったですよ。どちらとも第一ウェーブは全然、簡単に倒せる、キャラたちだったんですけど、最後の第二ウェーブの、キャラたちがもう先手でもうみんな勢ぞろいで攻撃してくるもんだから、全然突破難しくて攻略に苦戦したんですけど、で、今回ですね、グランディーネを入れてみたら、案外いい感じにクリアできたので、まあ良かったかなと思います。まあ、グランディーネなかなか強かったね。で、今回ちょっとグランディーネをですね、ラクリマしっかりつけて、第2解放もです、セカンドオリジンも解放してね、使ってみたんですけど、なかなか強かったね。うん、やっぱね、魔法の全属性耐性、まあ、これがなかなか良かったね、今回。うん、全属性耐性あることで、かなり、耐久力が上がって、その先手の攻撃にも耐えれたという感じでございます。まあ、ということで今回この5体でやったんですけど、一応今回ね、アイテムを使ってしまったんですよね。ボーマ薬の台を、使わせていただいたんですけど、どちらとも、まあ、なかなかね、それがないとね、まあ、耐えきれなかったっていうのもありますね。まあ、なので今回のことでやっぱ耐久力を上げるバフが必要なのかなって、今後の攻略にはと思ったので、今後そういうキャラも狙っていきたいなと思っております。まあ、なので15周年でそういうのが来ることを祈っております。まあ、ということで今回皆さん苦戦してると思うんですけど、まあ、自分のこの動画を参考にしていただければいいかなと思います。まあ、ということで今回この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。参考になったよって方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。